歩のきっかけとなった舞台。トップバッターは星セントルイスでした。たくさんの拍手ありがとうございます、もう我々張り切ってやりますからね、本当に、まあ、こういう何を力入れてお前張り切ってやらない、何を一人で力入れてる、情けない、張り切ってすぐなんかライバルがいる、なんかあの同業者がいるとすぐ力を入れる、日本人の悪い人、だって張り切ってやって大きな口声を出すなよ、大きな人、いやいやいや、おら張り切ってやるんだもん、あと若さを売り物にすると仕事でもないだろう、ありそうなこと言っちゃいたいようですよ、またあるだフレッシュな元気があるなって、そんなお世辞を聞きたい年頃かお前、いやいやいや、そんなもんじゃないでしょうかな、ただ元気よく見せればいい、それでお前その点で満足するやつ、いやいや、そんなこと何も言ってないと、まああの人間とは一番大事なものは体でございます、本当体だけの商売、やかましい、一緒に喋るな、黙っとる俺が喋ったら面白いから、ちょっと待てよ、それじゃ僕の立場ってものがないでしょ、お前立場のような盗まだけやから、相手その仕事見渡して関係ないじゃん、1908年はどういう年かと、どういう年か、これはもう自分の体に責任を持つ年だ、あ、自分の体にもう中途半端はいけませんよ、大体ですね、自分の健康管理、こういうものが大事なんです、あ、僕はちゃんとしてます、ちゃんと偉そうだよね、これ偉い、2回もやるからね、この広い具体感にお前の短い手が合わんのじゃん短い手ってことないでしょ、なんてどんな健康管理をするか、やっぱりこれは意識の問題だから、僕なんか睡眠を十分取れるな、寝るな、バカタレが芸能人が寝てどうすんじゃん、早く寝ようとか、朝遅くまで寝てよ、こういうのは芸能人の風上にも置けないだって芸能界の宿命やなから、ね、収入睡眠反比例って言われてそんなことしようや、昔の世代はそうやってちょっと教え込んでやるんだ、寝る時間惜しんで働け、収入睡眠はめて分かったくんでしょ、まあというわけで、こういう商売やってますと体が大事でございます、本当体だけの商売ですよ、短い手こんな動かすな、お前記者か、お前はこんな記者だったことないな、そういう本当にお前だって唐辛子色のお前川ちゃん唐辛子色だよ、唐辛子色のお前川ちゃんだろうか、それがお前川ちゃんってやつは着るやつや、知らないこと喋んだ、不完全な情報言語の貧しさと笑われる情けない男じゃ、まあというわけでいろいろも考えましたけど、私もいろいろ考えてるんですよ、そうって考えた顔かも、主義のない交渉と、いや主義がないって考えてるんですよ、まあ大体色っていうのは確かに今出ましたけどね、色っていうのはその人のイメージを本当に決めるもの、あイメージを決める、どんな色が好きかってやっぱり決めに来たいんで、これはあどんな色が好きか、どんな色が好きか、もうそうだね、赤なんか好きだ、赤っていいね、赤ね、赤はいいですよ、赤色は情熱の色、白い色は牛乳の色とか、関係ない、そんな分かりきってないでしょ、好きがそう言ってるから、色彩学勉強したことないからそういう勝手なこと言うからお前、ごちゃごちゃお前みたいな意識の足りないやつやな、お前なんで言ったわけでも言ったされるんだよ、上がりすぎたからされないし、いやありません、エルマスに言うなお前、口くらい、ちょっと待って、俺のお前色彩学見てるけど黄色ずくめだ、ほらな、黄色ってない芸能人らしい言い方せえ、黄色かこれ、笑われるぞ、鼻で笑われる黄色なんじゃない、黄色は黄色じゃないよ、タレントらしい言い方があるんですよ、これはイエローのやつとしてやっておりますけど、まだ小学生でも言うわ、えイエローな小学生でも言わんの、じゃあタレントらしい方ってどういうんだよ、黄色でもないイエローでもない、うん、たくあい色でございますか、これがタクワイロの衣装、これがトマト色がこれがそれは確かにタクワイロに近いですよ、まあ、いろんなものを勉強して我々もいろんなとこに出ます、そう、まあ、最近顔覚えられましてですね、いろんなものを見ますけどもですね、外に出ましてやっぱり一番怖いのはこの世間の口でございます、ほら怖いな、世間の口、本当お前なんかよく言われると思って、ね、態度が大きいからお前みんな言ってるんだ、ってもう態度が大きい音は本当に成り上がりもんですから、成り上がり中途半端になんかだって自分の実力以外のところでなんかこう目立っちゃったらもう浮いちゃって足がちんついてる、うわ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 って、もう全然そこまで言うことないでしょ、まあ、週刊誌の方なんかいろいろ来たりします、ああいう時の態度が大きいと、ね、あの活字は強いからペンは強いから、ペンは強いわけ、何書かれるか分かんないの、いやそうかね、普通の態度でちょっとやってみて、僕は怖いから共同作業してて、うん、あそうやってみてごらん、じゃあ僕があの練習するやん、練習してみたいな、ヘラッと鼻の頭汗かいてほしいけど、練習するやん、こいつは一生懸命やってるから汗かいてんじゃないんですよ、なんだよ、大体世の中のやつが世の中接点を求めるのはですね、汗をかくか笑顔を作るしかないんだからこいつは一生懸命汗かいてんじゃない、体質で書いてるだけですから会社のことないでしょ、本当に、じゃあちょっと聞いてみるからね、セントリーさん、こんにちは、あどうこんにちは、成り上がりもんが形になったおがお前、情けないやつ、だってこれハマキそういう態度取ってるな、ペンは強い、何書かれるか分からない、いや、なんて書かれるの、セントリース、なんたる思い上がりか、大きな態度も小さなルイス、いろいろ考えましたですね、あ、物の価値、もう物の価値は何で決まるか、まあ、いろんなものございますけども、ネギの価値っていうのは白い部分の長さに決まってやります、あ、ネギはそういうもので決まっちゃう、じゃがいもの価値はゴツゴツのへこみで決まります、ほんとかよ、そういうもんだわ、人間の価値は何で決まるか、人間の価値は何で決まるか、この辺でございますね、ね、
この人間の価値は何で決まるか。なんで？お前なんか言いたいことないか。ない。はい。何人間の価値と身長で決まるんでありますね。人間の価値はなんで人間の価値は身長で決まっちゃうんだよ。ごちゃごちゃ抜かすなお前は。僕みたいに背が小さいやつは人間で価値がないってのか。そんなこと言ってないんでしょ。だって今言ったじゃないよ。言ってないでしょ。だって人間の価値は身長で決まるって今言ったじゃない。言ってないでしょ。あの今言ったじゃない。被害者意識が強すぎんだお前。お前は小さい時から首がないとかずんぐりむくりだとか背が小さいって言われてる。俺のこと言ってるなって思うやん。俺ずんぐりむくりまで言われてないわ本当に。そんなこと言ってないでしょ。だって今言ったじゃん。人間の価値は身長で決まるって言ったじゃない。どのくらい仕事を慎重にやるか。どのくらい仕事を慎重に取るのがその慎重さで決まるって話じゃないかな。あ、その慎重さ。まあ今言ったら人間の価値ってのは背で決まるわけですけど。何やろ。お前やっぱり言ってるじゃないの。覚えてたの。当たり前だ本当に。そうそうそうですよ。人間の体というのは何でできてるか。人間の体は何でできてる。この辺でございますね。じゃあ私はちょっと発表いたします。偉そうに言うな偉そう。なんだお前、ね、新幹線の車掌さんか偉そう。偉そう。ちょっと言わせてんじゃないか。まあという人間の体というのは何でできてるか。人間の体は何でできてる。言うなっつろ。いちいちまた勝手なネクタイしようと。でちょっとじゃあちょっと言ってみなさいよ。人間の体は何でできているか。偉そうにやっと。人、肉と骨、この3つです。鼻で笑われてる。血と肉と骨でいいじゃないよ。血と肉と骨、こんな単純なもんか。人間の体だったら血と肉と骨、こんな単純なもんか。もっと神秘的なもんでしょ。あの毛もついてますよ。人間の体だったら血と肉と骨と毛でできてるから。そうじゃ、人間の体って血と肉と骨でしょうよ。そんなもんじゃないでしょうから。じゃあ血と肉と骨じゃなくてバネと釘とスプリングだっつうか。バネと釘とスプリングってバネとスプリング同じじゃない。初めて聞いた俺はそれ。人間の体というのはほとんど水分であります。あ、水分。人間の体重の 70% は水の重さです。あ、水。人間の体というのは炭素と脂肪と鉄分とリンでできてます。ほうほう。人間の体を作っている炭素で鉛筆の芯が9000本できる。9000本。脂肪分で石鹸が7個取れます。7個。鉄分で二寸釘が1本取れる。1本。でですね、最後のこのリンですね、燃える銀。これでマッチ棒の頭2200本できる。2200本。これをお金に換算すると7000であります。ちょ7000円はなかったかな。たった7000円の価値しかないわけ。こんなもんで人間裸になったら7000円だもんね。たった7000円。この7000円の体に生命保険1000万かけやがった。それもちょっと冷静にかけてもらわないお前かけてないかお前作るのお前関係ない。かけなくないでしょお前。7000円の価値1000万のお金かけてないかお前。お前会員誘われて入ってお前途中でやめようか迷うからお前。いいじゃない7000円。とにかくこの7000円の体を一生使うわけだ。一生何千万何億って金を稼ぐわけ。7000円の体を大事にしなきゃいけない。それを言いたかったんで。じゃあみんな7000円の体なの。みんな裸だったら7000円ですから本当に。じゃあ僕の体もたった7000円しかないわけ。お前は小さいから5000円でしょ。それでよく分かったけど。勝手なことばっかり。大体この男は努力しない男でございますから。自分の価値すら認めない。まして他人の価値は分からない。人間であるというのは自分のことは一番分からないんであります。人間。こいつ欲の深いので有名でございます。なんで僕はいつ欲。こいつの好きな言葉ってのはもらう拾うただ。この3つ。尊敬する人が伊藤岩倉聖徳太子の先に捧げない男だ。そんなに言わなくたっていい。そうでしょうか。事実を伝えてるじゃないことで。事実で普段の理想っていうのが多分極めて小さいんです。極めてプチブルな生活をしてます。プチブルってのは。でもプチブル小市民そんな感じです。普段の理想というのはですね、今日帰ったらあのテレビの番組見ようとか、明日の朝こんなもの食べたいな、そのくらいの理想しかないわけ。いいじゃない、そういう理想があればこそ明日に向かってきたら。それほど偉いもんか、偉そうに。だってそういう何明日に向かって、そんなものなのか、偉そうに。だって明日に向かってきたら。明日に向かって理想の言葉、普段理想と思ってる言葉、極めてくだらないことです。くだらない。こいつの理想っていうのはですね、飲みたい、モテたい、打ち立てたい、人が見てなきゃサボりたい、そういうところです。懐かしいけどご自身で見てどう思いましたか。いやーめちゃくちゃですね、やってることが本当に。あ、キヨさんですか。あ、ネタがあるんじゃないかって言ったのは、台本じゃないか、作家の方がね、書いてる台、あのネタではないなっていうふうにあの時感じたんですよね。どういうところで感じたんですか、それは。いや、七五調のとかいうのは自分で作らないとあれは絶対できないですね。ああ、はい、そういうことか。今度はビアとミサからご覧になっていかがですか。本番はもう一切覚えてないんですよ。ただバーッ喋って降りてきただけなんですよ。で、安清さんからご覧になってセントルイスさん初めて見た時、はい、またはビアンドビーさんを初めて見た時、つまり昭和の名人と言われた先輩と何が一番違ったと思いましたか。いや、やっぱり政治や経済の中央でやる人だな、さすが東京の漫才コンビだな、セントルイスさんはっていうふうに思いました。B&B 見た時は、ああきっとどこか遠いふるさとから出てきたんだろうな。それがババババババッと売れていってですね、ものすごい生活し始めたんですよ。そうです。大阪の時はよく小遣いあげたのに。
俺ね芸能界入って本当に失礼だなと思ったのは1回だけですよ。失礼。清志郎が僕は髪長かったんですよ。で顔長いとお客さんから表情が見えないから切ってこいと、綺麗にしろって言う、ね、1万円バッともろうて、僕散髪屋行けばよかったんですけど、散髪屋行く前に僕居酒屋でクーッと叫んでた清志郎後ろからついてきてたんですよね。バカ野郎散髪行ってからの漫画や反対やないかいって言われたんですコントみたいにしてちょっと出て人もらってはったと思う、グーッてやった時にバチッと殴られたから酒がバーッと飛んで、これぐらいの性格やからだから売れたん違いますか。なるほどね、そのずぶとさっていう、そうです。CM の後はギャグ満載、 B&B の爆笑漫才とその知られざる舞台裏に迫ります。ヤフー、ビービービッグできました。持ち帰るブロードバンドはナンバーワン BB しよう。ヤフー、ビービー。おいしいわけだよ、飲めばわかる、ネスカフェサンタマルタ X。 あなたは優しくしたい誰かと出かけてる、乗る人すべてに使いやすく、車のユニバーサルデザイン新ラウン誕生。